こんにちは。週末クリエイターやってます、岡 P です。今日はマイクの話をね、少しやろうかなと思っています。まあ、マイクの話はですね、個別でまたやろうかなと、まとめてねやろうと思ってるんですけれども、このR5 でやっぱりマイクがモノラルだっていうところもあって、まあ、外部収録用に外部マイクつないで、しかもまあできるだけこうコンパクトなセッティングを崩さずにやりたいっていうのがあって、まあ、いろんなマイクをトライしてるんですけど、なんかねあんまりこう思ったような音質にたどり着いてないっていうのが現状ですね。で、僕なんかそのフレブルのチャンネルだと、この手前から私が喋ってて、奥の方であの奥さんがワンコとワチャワチャしながら喋ってるって、こう二人とも喋るんで、前後の声っていうのを綺麗に取りたいっていうのと、まあ、音量バランスを編集で調整するの結構めんどくさいんですよ。本体のマイクで収録をした時に、編集上でこの喋ってる場面場面でカットしてってね、まあ、奥さんが喋ってる場面ではこうカットして音量をちょっと上げて、で僕が喋ってる場面ではここまたカットして音量下げてみたいなことを個別に調整し始めると、もう無限大に編集時間がかかっちゃうので、もうそれはやりたくないなと。一応でも、あのドリキンさんの動画で教えていただいた、あのボーカルライダーっていうのを使って、そう、動画のこう前編にわたって、自動的にボリュームを調整するっていうのをかけたりすることでだいぶ良くはなってるんですけど、まあ、音質自体ももうちょっと上げたいなっていうところがあって、まあ本当はねピンマイクがいいんですよ。あのライブとかでもたまにピンマイクでやってたりしたんですけど、それがまあ音質的には理想ですね。うん。まあただピンマイクだと、まあどうしてもな、どっかにこうつけなきゃいけなくって、こうガサガサって当たった時に、結局後で確認したらこうガサガサ擦れる音が入ってたりして使えないとかっていうのもあるので、まあリスキーっちゃリスキーなんですね。特にワイヤレスだと、なんかの拍子にノイズが入ってたりしても、ライブではねよくノイズが入ったりしてて、それもなんでかなっていうのはよく分かってないとこあるんですけど、なんかノイズが乗るっていう現象もあったりして、それも最後こう聞いてみるまで分かんないっていうのがあって、有線がいいなと。例えばロードの NTG とか、あと MK600 とか持ってるんで、それも収録用のマイクとしては秀逸なんですけど、例えばこれがロードの NTG ですね。マイクシリーズはまた別でやりますね。別でやるんで、今日は簡単に持ってるマイクの一部を、はい、これ MK600、 これはすごくいいんですけど、両方ともこれ電源が必要です。ファンタム電源、ちょっと難しい話になっちゃうんですけど、 XLR 端子があってファンタム電源があるものについては、この MK600 は電源不要で、この端子から電源が入ってくれるんで大丈夫なんですけど、通常のまあミラーレス一眼とかだったら 3.5mm のプラグになるんで、中にこう電池が必要なんですよね。で、ロード NTG に関しては、バッテリーになります。で、 USB-C で充電するタイプですね。で、いずれもですね、その電源が必要っていうところがありまして、まあ、電源の残量だったり電池の残量っていうのを気にしながらやらないといけないですね。で、充電したっけなとか、まあこれも両方そうなんですけど、電源ちゃんと入ってるかなとか、まあ、あの撮影でミスるリスクが一部潜んでいますと。まあ、それはちょっとマイクの回の時にね、また細かく話しますが。で、R5 の上にこう乗っけると結構かさばるっていうのももちろんあるんですよね。うん。で、まあコンパクトなセッティングもいろいろ探しててですね、このオーディオテクニカのやつをたまに使ったりしていますね。これも、まあ頭につけるタイプで、最近のフレブルのチャンネルで語ってるヘルニアの話の回とかはこれで収録してるんですけど、なんでしょうね、音質、まあ音質悪いわけじゃないですね、悪いわけじゃないんですけど、これステレオマイクなんですけど、逆に今度はあの外部の周りの音を拾いすぎちゃうところがあって、ちょっとうるさいかなっていう感じはしますね。で、向こう側で奥さん喋ってて、私はこっちで喋ってて、カメラの前後で喋ってるんですけど、そこはあのボーカルライダーでうまく調整されているのか、音量でなんか圧倒的におかしいっていう場面はなさそうな感じです。音質もそんなに可もなく不可もなくっていう感じですね。これが、DJI のやつですね。で、3.5mm のジャックに差し込むタイプで、こっちはまたオーディオテクニカの 3.5mm のジャックに差すやつで、L 字のプラグを使って差し込んだりして使っていますが、
多分そのフレブルのチャンネルで撮った動画をベースに比較する、まあ皆さんに聞いてもらうって形になると思いますけどね。ということで前置きがちょっと長くなったんですけど、その前後で喋っている、かつその前後のボリュームバランスをもうちょっとちゃんと整えたい、でしかもできればショットガンマイクに近い感じの声をピンポイントで捉える音質にしたい。まあ外部のその音を取りたい時ももちろんあるんですけど、周辺のこう雑音っていうのをあんまり拾わずに取りたいなっていう、喋りをやってる時ですよね。うん、そのフレブルのチャンネルでも割と語り系のチャンネル、語り系の回の時って言ったらいいんですかね、の時はあの喋りをできるだけクリアに撮りたくて、周りのその雑音っていうのを消したいところがあるんで、そういう意味ではまあショットガンマイクがいいかなと。ロード NTG とか MK600 みたいな、でかつ前後で喋っててもボリュームバランスが取りやすいということで、新しくマイクをまた一つ選んでみました。これまあ YouTuber の方でも何名かも紹介されてる方がいらっしゃいましたね。ディエティなんて読むんでしょうね、マイクメーカーの呼び名が毎回わからんのですけど、まあ、ディエティの、V マイク D4 デュオっていうやつで、これ結構珍しいのが前後にマイクがついてるんですよ。なんかモフモフが前後についてますけど、前後にマイクがついてて、こっちの声も拾い、奥の声も拾い、でそれぞれをステレオのチャンネルの左右に振り分けて録音するっていう不思議な仕組みですね。まあなので後から編集で、その左右に分けた、音声っていうのをそれぞれにボリュームコントロールできるよっていうのがメリットなんですけど、後編集でそれをまたこうステレオに戻してあげないといけないですね、左右のチャンネルそれぞれっていう、その後編集ありきで使うマイクになりますが、まあ、それが嫌な人はちょっと向いてないと思いますけど、その前後の声をバランス整えて、もうちょっと整えたいっていう時にはいいのかなと思ってこれを買ってみましたんで、今日は開封してみようと思います。じゃん、これですね、 D4 デュオ、ちょっと開けてみようかな、これですね、ここから開けていきましょうか。前後にこのマイクがついてるっていうタイプですね。開けてってみましょう。これなんかね、あの YouTuber の方が結構何人もレビューされてるかわかんないですけど、 Amazon だと納期がかなり長そうでしたね。僕はもう楽天に途中で切り替えちゃいましたね。説明書、じゃじゃーん、こうか、これが割とシンプルですね、中身は。プラグ、ケーブルがついていて、乾燥剤が入っていて、もうそんだけ。超シンプル。一応モフモフを取るとこんな感じになっておりまして、はい、前後ですね、前後にこうマイクがついてるという感じで、でここに一応切り替えがあるんですね。ああなるほど。この前後合わせて一緒くたに記録しますっていうモードと、一応前後を、振り分けて記録しますっていうモードってことかな、左右に。あ、そうそうそう、それでこれあれですよね、インプットがあるって不思議ですよね。だからまあもしここに例えばワイヤレス GO とかをまあ1個つないで、まあ向こうでこう喋ってる人にね、もう一人の演者さんとかにつけてもらうと、それも加えて収録できるって感じなんでしょうね。これは前の音としてここに足されるって感じなのかな。まあその辺も使ってみないとちょっと分かんないですね。分かんないですけど、音質はその YouTube のレビュー見た感じはそんなに悪くなさそうだったんで、これであの Vlog おかかの方のフレンチブルドッグの方のチャンネルの Vlog はやっていけたらいいかなと。まあ本当言うと何にもつけずにやりたいんですけどね。本当は欲を言えばこういうのもつけずにやれたらもう理想なんですけど、でこれをまあカメラ側に挿すだけですね。だいたい R6 でおかかのチャンネルはやろうとしてますが、でこれですね、これでまあちょっと実際の使用を想定してってことで R6 を出しました。で大体その Vlog 運用してる時はこの 2405F4 で割と絞っちゃって、まあ、F8 とかかな、割と絞り目で撮ってることが多いですね。
こんな感じで、はい、こんな見た目になりますね。モフモフつけて、あ、これ前後合ってるのか、合ってるか。まあ前後ちょっと気にしなきゃいけないですけどね。前後気にしつつつけて、でこのマイク端子に差し込むと、こんな感じかな。見た目、見た目こんな感じです。まあやっぱりこれマウントつけると結構ね、うざったい感じになるんで、僕あんま好きではないんですけど、本当は本体のステレオマイクで綺麗に撮れてくれたら一番いいんですけど、 R6 でその語り系の長回しをしちゃうと 4K で途中でストップする可能性があるので、語り系の長回しの場合は割と R5 を使ったり今してるんですよね。あの 4K24 フレだったら熱停止の問題が全くないんで、そう、で R6 はねちょっと止まる可能性があるから、まあわかんないですね、まあ、R6 か R5 かどっちにしてもこんな感じの見た目でやることになりそうです。でまあちょっと犬をあの喋りながら撮ってるっていうのもあって、こうズームレンズをこうやって動かしたりしながらも、録画をしてるんですけど、この音が結構入っちゃうんですよね、本体のマイクだと、うん、あるいは本体のここに直差しのマイクだとね。でこれ一応ショックマウントついてるんで、そこでまあ拾わないかどうか、あとフォーカスの音も拾わないかどうかっていうのは試してみようかなと思っています。 ZV-1 で上のカメラ収録してますが、R6 でも同時に今撮ってみてますね。オートフォーカス音はね、今これじゃ分かんないと思うんですよね。ズームリングを触った時の音っていうのが、入ってそうな気がしますけどね。で前から喋った音とかも入れなきゃいけないんですが、まあ、それに関してはもうフレブルのチャンネルでやろうかなと思ってます。だいぶ歩けるようになったって話。あ、それはあるよね。夜出ててもさ、そんなにめちゃくちゃ暑いって感じじゃないもんね。うん、汗で歩けないっていう感じじゃなくなってきたよ。ああ、そうだね、うん。だいぶ歩けるようになったって話。うん、そう。涼しくなってきた。ああ、それはあるよね。夜出ててもさ、そんなにめちゃくちゃ暑いって感じじゃないもんね。うん、汗で歩けないっていう感じじゃなくなってきたよ。ああ、そうだね。うん、今収録してるブラックマジックデザインのポケットシネマカメラ 4K を撮ってますね。からの R5。 どうでしょうね、今のは結構フォーカス音が入ったような気がしますけど、これで入ってなければまあ大丈夫なんじゃないっていう気がしますけどね。まあ若干今テスト的なことをやってみましたが、まずは今日はね、開封っていうことでこのくらいにしておこうかなと思います。ということでね、 R6 あるいは R5 でってことになると思いますが、このディエティですかね、 D4 この前後にマイクがついているタイプのこのちょっと面白そうなマイクだったので試してみようかなと思っています。これ収録に関してはさっきも繰り返しになるんですけど、おそらくフレンチブルドッグおかかのチャンネルの方で、動画を出していくと思うので、また出来次第ね、お知らせをしたいと思います。今日は、こちらの開封でございました。こういった形でね、またガジェットの話を引き続きしていきたいなと思っていますので、よかったら見ていただけたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。